はい、では今日はヒーリングをさせていただきます。今日のヒーリングは天上界の応援をもらって、自分の人生のところに反映していくエネルギーを投げかけていきたいと思います。では手から光を投げかけていきます。天上界の方から光をもらっていきながら、自分の人生を大きく変えていくには、もう一つこの光を投げかけていきますけれども、あなたもやらないといけないことがあります。天上界の方では、あなたを繁栄発展し成功させていくには、あなた自身の人生の中で、今の環境の中でやれれること、努力すること、仕事、人間関係、経営でやってらっしゃる方は経営で やること、自分にとって今やられることを最大限努力するということを忘れないでください。天上界の方では、自分で一番やられることを最大限にやった時に、あなたにどれだけの応援をしていこうか、この人に奇跡を与えた方がいいか、それをいつも見られてるということを忘れないでください。自我力にならないでください。焦らないでください。いつも見られている存在があるということを忘れずに、感謝する気持ちを持ってください。そして天上界の光を今投げかけていきます。見てる方たちが幸せになられますように、反映することができますように、自分の持ってる能力を最大限に使うことができますように、この能力が自分のためだけに使おうとしないでください。その仕事を通して多くの人たちが幸せになりますように、そういう思いで仕事をしていくと、仕事は繁栄発展していきます。愛の気持ちを忘れないでください。感謝する気持ちを忘れないでください。光はあなたの体の中に入って、体を浄化し、ネガティブな思いを消すことができます。さあ、今日一日、あなたの仕事の中でできることを精一杯やってみてください。もうこれ以上できないよって思うところまで努力したときに、天上界はあなたに知恵を与えてくれます。あなたにアイデアを与えてくれます。夢を与えてくれます。それを信じてみてください。光を投げかけていきますので、体の疲れをとって、さあ今日も一日頑張ってください。幸せになられますように、繁栄しますように、仕事もうまくいきますように。天上界の愛のエネルギー、発展のエネルギーが今これを見てる人につながりますように、心から愛を込めて光を投げかけていきたいと思います。しばらく光を感じながら、感謝の気持ちを持ってみてください。そして今日、私として何をすべきか、一歩何を進むべきか、ただ単にお願いしますと頼むだけではなく、自分にできることを一歩進めてみてください。せっかく地上に生まれたのですから、自分だけのために生きるのではなく、あなたの周りの人たちが笑い顔になれますように、そういう人生を生きることができますように、心から光を投げかけていきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はこれで終わります。